はい、皆さんこんにちは。テレビ朝日映像撮影部長崎です。まあね、今日なぜ2人に出てもらうかというと、トークをするわけじゃなくてツーショットインタビューの、まあ、撮り方というか、どういった絵が撮れるかっていうところをちょっと今日は少しだけね、はい、喋ってみようかなと思います。まあ、普段あまり被写体が準備が大変なんで、確かにこの機会にやろうかなっていうことですね。確かにそうですね。人がいないとできない企画をやろうかなっていうことですね。はい、いつもはね、キヨさんとマリオガ D と3人で撮ってるんで、ツーショットインタビュー撮ろうと思っても撮れないんで、すいませんが、ちょっと被写体としてお付き合いください。お願いします。まあ、じゃあツーショットインタビューの基本的なところでまず聞きたいんですけど、はい、まあ、基本はでもあれですよね、引きがあって、うん、引きのツーショットがあって、あとワンショットワンショットで、もしかしたらワークがあるかもみたいな、うんうん、そんな感じですよね、カメラ割りとしては。そうですね、まあ、それが一番ベースになる絵なんじゃないかなと思います。確かに。でなんか順撮りというか、こうクロスで撮るか、うん、正面で撮るかみたいなのって、うんうんうん、どうですか。ああいいですね、ディレクター目線というか、何年か映像やってこないと出てこないような考え方だと思うんですけど、このセンターから超えた向こう側っていうのがクロスですね。でこのセンターラインから、2人のセンターラインから超えない側で撮るっていうのは準方向、ツーショットインタビューにおいては目線の方向に入ってあげるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ こういう 今みたいな、うん、まあ、クロスで撮ってますけど、うんうん、こういうことってことですよね。そうですね。ただね、準方向からだと要は目線が来てない横側になってしまいますよね。でもこれ悪いかって言ったら別にそんなことなくて、要はプロフィールカットっていうんですけど、全然映像としては使えます。それが不正解ではないです。ただやっぱり顔が見えづらいし、喋ってる表情が見えづらいので、クロスで撮ってあげた方が顔は見やすいかなと思います。でそのクロスのですね、この方向っていうんですかね、もうこのセンター、まあ、要は2カメって呼ばれる、まあ、センターカメラからどれぐらいの角度で入るのかっていうので、だいぶ見え方も変わってきます。どういうことですか。はい、じゃあちょっと早速ちょっと分かんない。はい、まあこれをですね、センターカメラと考えた上で、センターカメラになるべく近い方向から撮ってあげると、まあ、あんまり順から撮ってるのって変わらないですよね。うん、そうですね。それがですね、こう徐々にこういった方向になってあげると、だいぶ顔の表情とか目とかそういったところも見えてくるんじゃないかなと思います。うん、ここまで来るとかなり人物が どういったような人が喋ってるっていうところまで映るんじゃないかなと思いますね。逆もしかりです。はいはいはい。なんかたまにこれで僕もう一個思ったのは、はい、ツーショットインタビューにおいてのワンショットを作るときに、うん、今一人しか映ってないじゃないですか。はいはいはい。そのこれで言うと、まあ、じゃあ板敷さんの肩越しをちょっと入れつつ、うん、はいはいはい、ワンショット撮るみたいな、そういう方がなんかよりおしゃれというか臨場感があるじゃないですか。うんうんうん、そうするでもそれって撮ってるときに板敷さんがめちゃくちゃ前に乗り出してくると顔が映らなくなったりとか、うんうんうん、結構そういうのって悩まないですか。 ありますね。今肩越しっていうような言葉が出てきましたけど、はい、越し要は、板敷さん越しの川内さん、はい、これをまあ越し絵っていうんですけど、はい、越してる人、要は板敷さんがすごい動くと確かに顔にかぶってきたりするんで、角度がねなかなか難しいんですけど、まあ、画角16対9なのであんまりこんな深い感じで入らない限りは顔もかぶんないんじゃないかなと思います。うん、ちょっとした越しであればもう全然多少動いたとしても全然問題ないんじゃないかなと思いますまあもちろんちょっとねカメラマンがついてないとか無人になるってなると、はい、なかなか難しいんですけど、でも全然大丈夫じゃないかなと思います。そうですね、越し、まあ、ツーショットの、はい、撮影において出てくる言葉、越しで撮ってください、まあ、あと舐めてくださいとか、なんかそんな風に使われますね。はい、大河ドラママニアじゃないですか、うん、あ確かにですけど、はい、それ見てると、まあ、これツーショットインタビューじゃないですけど、ワンショットを撮るときに絶対
誰かを越しとか見切れさせてるんですよ、うん、手前の人を、うんうん、で、まあ、あんまりお金かけないドラマとかだと、うん、もう誰も見切れてないんですよ、うんうんうん、大河ドラマめちゃくちゃお金かけてるなっていうのはいつもそこで痛感するんですけど、やっぱその見切れさせるっていうのはかなり難易度高いんだなっていうのは感じます。確かにですね、これ見切れさせるってなると照明もですね、変わってきたりとか時間もかかるんですよね。単純にワンショット撮った方が、まあ、もしかしたら楽なのかもしれないですね、ドラマの現場においていろいろな、ね、意味合いはあるんでしょうけど、はい、まあ、でも誤してあげると誰が誰に喋ってるっていうのは一目瞭然、はい、なのでこういった映像もよく使われるって感じですかね、はい、でですね、まあ、要はイマジナリーラインっていう言葉が、まあ、もしかしたら皆さんも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、あります、はい、要はイマジナリーラインを超えるっていうのはですね、はい、今川内さんは上手目線になってます。この僕が撮ってる映像上は、はいはい、これをですね、板敷さんのこっち側に来ると要は下手目線になりますよね、うんはい、で今2カメの映像、まあ、センターの映像を見てもらうと川内さんは上手目線になってるはずです、うん、僕がこっから撮っても上手目線だし、こっから撮っても上手目線だし、うん、2カメを超えたこっち側から撮っても上手目線なんですけど、うん、でずーっと上手目線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 なんですけど、この人を超えた瞬間に下手目線に来ます、うんうん、これが要はイマジナリーラインを超えてるっていう状態ですね。ここのラインからこっちに来ると急に下手目線になる。でこれ何がいけないのかっていうと、今僕たちがずっと撮ってた映像っていうのは、はい、下手目線なのは、はい、板敷さんだけだったんですよね、はいはいはい、でこういった板敷さんを撮った下手目線の映像があります。でこの後に川内さんをこの角度から撮ると2人とも下手目線になっちゃうんです、まあ、見て分かる通りにお互い下手目線になってます、うん、でこの2人が喋ると誰がどっちを向いて喋ってんだっていう、両方とも下手に向かって喋ってるんで、あこれは誰が何を喋ってて、うん、どっちに向いてんのっていう風な、これを要はイマジナリーラインを超えるっていう、そうすると気持ち悪いんでやめましょうっていうのが、まあセオリーというか言われてきたことなんですよね、はい、ただ昨今のドラマを見てるとこのイマジナリーラインを超えてる映像全然あります。でそれで違和感があるかって言って全然違和感がないです。じゃあそれ何をしてるのかっていうと、例えばなんですけど逆からのツーショットを撮ってあげる、この広い絵ですね、この状況を見せてあげると明らかに向こうからこっちに来ましたよっていう情報があった上で、そこから川内さんは下目線、板敷さんは上目線、こういうふうにしてあげるとイマジナリーラインを超えても気持ち悪くならないんですよね。あ、一回引き絵で視聴者の目線を変える、そうですね、作業した後により行ったら全然大丈夫だと、はい、あのずっとやっぱりこっちから映像を撮ってると、撮ってる方としては背景ずっと一緒だなみたいな形になってしまうんで面白くないんですよ。なので一回超えてあげた上で撮り直してあげる、うん、っていうことをしてあげると分かったりだとか、ずっと上手目線だった川内さんを板敷さん越しの下手目線に変えてあげると、これでも実はここに起点があるんで超えてもあんまバレないんですよね。バレないっていう気持ち悪さがない、見てる人が、あこの人の肩口越しになったから向こう側行ったのねっていうことが分かるので、あんまり違和感は僕は感じないことの方が多いですね。あのこれはでもね、制作者作ってる人の意見にもいろいろよるんで、それはもう超えてるから気持ち悪いよってもちろんいると思います。
でももう昨今のドラマね全然超えてきます。去年話題になったサイレントとかももう全然どこからでも撮ってます。でもそれでも違和感ないです。はい、なんかね頭柔軟にした方がいいですよ、はい、全然ね編集してみるとさっきのワンショットでこうやって急に超えてくるのは、はいはい、やっぱり気持ち悪い。それはわかります。はい、はい、でもそれ以外の手法っていくらでもあるんですよね。例えばなんですけどここにペットボトルがあります、はい、でこのペットボトルがここにあることによって視聴者はこの2人の前にこのペットボトルがあるってことが分かったので、なんかこのペットボトルを起点にこっちに持ってきたりすれば案外ねこのワンショットも使えちゃったりするんですよ、ね、なんか1個起点があれば超えてきても見てる人が混乱しない。あ、確かにあそこに何かものがあったからそれがを中心に物事を考えればどこから撮ってもいけたりっていうことは全然あるんですよね。まあ、いろいろ部屋とかでいろんな内装とかがあったら、はい、まあ、いろいろな判断するものがあるから そんなに違和感は感じないってことですね。じゃあもう結論としてイマジナリーラインはまあよりだけ気をつけた方がいいよってことですかね。まあ、イマジナリーラインはねもちろんあるんです。あるんですけどとらわれずにいろんな絵を撮った方が後で編集でも面白いし、はい、確かにあんまりなんかイマジナリーライン超えるからここに置いちゃいけないなってロケで思ったことないです。どっちかというとなんかどこで、そうですね、本当面白い絵になるかなみたいな感じでこう、うんうんうん、撮るところ探ってっていうことが多いですね。リアルです、うん、そっちの方が全然いいと思いますね、はい、ワンショットからワンショットの切り返しさえ気をつけてあげればとにかくね向こうのツーショットに切り替えてこっちに超えるとかはもう今はね全然ありだと思いますね、はい、編集でいくらでもどうにでもなりますはい、というわけでですね今日はですねツーショットインタビューの撮り方、イマジナリーラインとかちょっと難しい言葉も出てきましたけど、一回ね撮ってみるとすごい簡単です。分かりやすいしツーショットのインタビューって割と基本が詰まってると思うので一回やってみると面白いと思いますので、はい、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、というわけでですね、今回の動画を見て、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。